こんにちは、三蔵です。今回は続けられない人の原因についてお話しします。やろうと決めていたのにやっぱり面倒になったな、やった方が良いのにやっぱり続けられないのかも、というのはきっと多くの人が経験して悩んでいることではないでしょうか。そのようになかなか続けたいことができない三日坊主の人たちは、なぜ自分ができなかったのかとつい自分を責めてしまいがちです。ダメな自分を責め、自己嫌悪でますます続けられなくなるという負のループに陥ってしまいます。でもそれは実は違うのです。続けられないのは意志の弱さではなく、やり続けることができるスキルを知らないのです。続けることは忍耐があれば良いのではと考えがちなのですが、それは違います。これらのスキルは科学的にも証明されており、これからのコロナ明けの新時代だからこそ役立つスキルだと思います。世の中が劇的な変化をしているからこそ、価値観も変わり、新しく得たいこともたくさんあるのではないかと思います。そんな人たちにとって少しでも役に立ちたいと思い、このチャンネルから様々な情報を発信していきます。これからも日々の習慣や人生の在り方など、これからの人生に役立つ話を短く分かりやすく発信していきます。もし三蔵を応援してくださる方や、日々の生活をより良くしていきたいよという方は、ぜひチャンネル登録と評価をお願いします。今回は続けられない人の原因についてお話ししていきます。では早速いきましょう。三日坊主の人は自分を無理に動かそうとして失敗します。例えばダイエットで食事制限を先延ばしにする、早起きするために早く寝ようと思っても仕事が終わるのが遅かったからできなかった、これらを何回か繰り返すことで自分はダメな人だという思い込みが刷り込まれていきます。そしてますます行動できなくなるという悪循環に陥ってしまいます。ではどうすればよいかというと、失敗を失敗と捉えないことと、想定通りに行動できなかったからといって失敗したとは思わない仕組みを作ることです。もしできなかったとしても自分を責めないようにする、できなかったとしても許容できるようなスケジュールを事前に組んでおくべきです。人が何かをやりたい、成し遂げたいという意欲があるようなモチベーションには鮮度があるのです。この鮮度が最も高いのはやりたいと思った今この瞬間なのです。例えば英語を学んで海外でも働けるようになりたいと思い、翌日になるとその意欲も劇的に下がってしまうといったことはないでしょうか。英語を学びたいから仕事帰りに書店で英語の参考書を買って帰ったとします。明日から始めようと開かずに置いて、いつの間にか本棚の奥にしまい込まれていた、似たような経験はないでしょうか。これは三日坊主の典型的な行動です。一方でやりたいことを習慣化できる人は、明日やる、絶対に信じません。この瞬間に行動しないと気が済まないのです。習慣化できる人は今すぐにやることでモチベーションを維持しています。心理学でこれをサイガルニック効果と言います。人間は達成できなかった物事や中断している物事に対してより強い記憶や印象を持ちます。要するに小さな一歩でもアクションを起こすことで、やり残り感を持てばやりきりたい、完成させたいという欲求が自然と湧き上がるというわけです。モチベーションの鮮度が高いうちに小さくても良いので、すぐ行動してみてはいかがでしょうか。やりたいことを習慣化できる人は常に時間を意識しています。1年は365日あります。時間換算すると8760時間ほどです。
そのおよそ3分の1は睡眠、もう3分の1は仕事や家事で消化しています。つまり自由に使えるのは残り3分の1である2920時間しか年間にないのです。この年間3000時間をどのように使うかが重要になっていきます。この時間からどれだけやりたいことに時間を割くことができるかが大切です。おすすめなのは手帳やカレンダー、アプリの中でやりたいこととやる時間を事前に確保することです。事前に予定を押さえておけば必要な時間を捻出することができます。このように事前にやるべき時間を意識することとしないことでは取り組む集中力が一気に変わっていきます。これは仕事でも資格などの勉強でも一緒です。時間が十分にあると勘違いしてしまうと目の前の選択肢はつい増えてしまい、やらないことを選びがちです。なのでこの時間にやらないと巻き返せないというスタンスを持っておくことが重要です。また一つ補足させてもらうと、もしやりたいことにおいてゴールを作ることができる場合は、ゴールを作ってから逆算でやるべき時間を捻出することも良いでしょう。三日坊主の人はこのような逆算思考を持っていません。なんとなく頑張りましたとなりがちです。例えばダイエットしたいということであれば、逆算形式で算出することができます。体に負荷がかかるとか実際できるのかという話は別として、3ヶ月で10キロ痩せるとします。それに対してどのように月次や週次で達成することを書き出すことができ、まず今日は何をやるべきかを決めることができますよね。ただどんなケースでもゴールから持つことをあまりお勧めはしません。ゴールが作れないこともあります。ゴールをあえて作らないという選択肢も時にはあります。好きこそものの上手なれという言葉があるように、やりたい、楽しいという気持ちも大切にすべきです。どちらでも続けることはできると思うので、習慣化したいこと次第でぜひゴールから考えることも検討してみてください。いずれにせよ時間を確保するということはどんな習慣でも必須のポイントです。これはダイエットコーチングのサービスなども、まず初めにお客さんに対して聞いていることです。目標を達成できることでどんなメリットがその人にあるかを考えさせることです。目標は当然ですが、達成した時点で完了します。だからさらに大きな行動軸を獲得するために、目標だけではなく目的も明確にしておきましょう。例えばダイエットであれば、10キロ痩せた自分はどんな自分なのか、今の自分と何が違うのか、その未来の自分にワクワクできるのか、はっきりとした未来像があるからこそ目標がクリアになり、今やるべきことが明確になります。これを見た後に、まずは1年後や2年後の自分を想像してみると良いかもしれませんね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は続けられない人の原因についてお話ししました。では簡単に復習です。まず1つ目、失敗したと思いがちになることです。人はネガティブになると新しいことをやろうという意欲がなくなります。なので失敗したとかできなかったとか思わないようにする、思わないような仕組みを設計しておくのがおすすめです。毎日続けたいことがあっても、週1日2日はお休みの日を意図的に作ってみてはいかがでしょう。そして2つ目、やりたいは生物と同じと捉えてない。人のモチベーションには鮮度があります。生物のように当日に対処しきれないとやりたいことを始めることができないので、注意していきましょう。そして3つ目、具体的にやる時間を決めてないことです。人の自由時間には限界があります。仕事や睡眠時間、家庭などの時間を割くと本当に確保できる時間は年間のうちごくわずかです。
そこからどれだけやりたいことを確保できる時間が作れるかを捻出してみましょう。時にゴールを作ってから逆算式で算出してみることも大事です。そして4つ目、未来の自分像をイメージできていないことです。人として習慣化することはぼーっとして何もしないよりとても大変な行為です。そんな時にどんなメリットがあればやりたいと自分に活を入れることが重要になってきます。自分がこの習慣を成し遂げた未来を想像しながらすぐ行動を起こしていきましょう。これを見たら何か一つでも良いので本日中に行動してみてはいかがでしょうか。これからも日々の幸せになることや人生の在り方について僧侶である私、三蔵法師が短く分かりやすく情報発信をしていきます。もし少しでもチャンネルを応援したい、もっと情報を知ってみたいという方は、ぜひチャンネル登録と評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。三蔵の一言、お墓はいらない。現代のように誰もがお墓を建てられるようになったのは大正時代からと言われています。土葬中心から火葬中心に変わり、庶民でも建てられるようになりました。今年の初めにこんなニュースがありました。大阪北ヤード梅田の貨物駅で梅田新駅の現場から1000基のお墓が出てきました。キャスターの方はすごい数ですと大層な鼻息でした。しかしちょっとおかしいですね。江戸時代大阪の人口は42万人だったそうです。ちょうど現在の大阪枚方市の人口が40万人ですから近いですね。枚方市では毎年約3600人が亡くなっています。江戸時代は約260年続きましたから約94万人が亡くなっている計算です。せめて10万基のお墓が見つかったのであれば驚きますが、1000基ということは相当の金持ちのみしかお墓を持てなかったということがわかります。仏舎利として五重の塔などがありますが、お釈迦様の骨が納められていると聞きます。中国地方の大きなお寺がスリランカから30億のお金でお釈迦様の骨を買ったと聞いています。権威だそうです。考えさせられますね。お釈迦様は最後に人によらざるべし、法によるべしと教えを伝えなさいとおっしゃっています。私の大好きな浄土真宗の宗祖である親鸞様は、親鸞併願せば鴨川に入れて魚にあたうべし、体を軽んじて仏の教えを大事にしなさいと遺言されています。以前流行りました千の風の歌詞にもありますが、そこにお墓に私はいません。大きなお墓であってもそれが本当の供養なのかは分かりません。今回の三蔵の一言は以上です。